委員会規制庁への要望を、まあ、先ほどもおっしゃってましたけども、改めてこれをもう一回言わないといけないですか。簡単であの入倉三宅式という式があって、震源の大きさを推定する、まあ、あの原子力発電所の審査でも時々用いられる式なんですけれども、それが垂直な断層に対して使われた場合には震源の大きさが非常に小さくなってしまうという問題点があるということを今日はお話ししました。それで、あの、まあ、それに対してどうされるか、もちろん規制庁規制委員会のまたでありますが、ですから、まあ、あのもうやめたものは何か言うというのは非常に口はばったいところがありますけれども、まあ、新しい知見、まあ、熊本地震が起きて、今言ったことが非常にはっきりしたと私は思いますので、その知見を、まあ、取り入れていただくのがよろしいんではないでしょうかと。で、あの、まあ、これまでの審査の結果と、あ、全てが変わるわけじゃなくて、もちろん特定いくつかその当てはまる例の場合だけなんですけれども、あの知見を取り入れた場合とない場合と本当に違うのか、これまでいろいろ、まあ、あの安全側を見てきたんで十分じゃないかということは、あの言葉で言わずにですね、本当に計算をして見ていただくのが、あの出発点ではないか。それを外して、あ、このことは言わなかったんで、そこでおしまいですね、はい。例えば、今高浜に関してはそんなに影響がないんじゃないかという話もされてますけど、なんかその大以外で影響がありそうな原発、計算した方がいいんじゃないかという原発に関してはいかがでしょう。僕は大井しかちゃんと見てませんので、あのはっきりしたことは言えませんけれども、同じ環境といいますか、その垂直の横ずれ断層で、入倉三宅式を使った評価が元になっているというような場合には当てはまると思います。各社さん、どうぞ。断層の角度ですけれども、これはまあ西日本で横ずれ断層、まあ、熊本の場合が典型的だったというお話ですけれども、まあ、これが実際に断層がどうずれるかというのは、じゃあ東日本、北日本ではどうなのかというですね、それは、角度をある程度固定して考えていいものなんでしょうか、それとも、もし入倉式を使う、三宅式を使うのであれば、垂直だった場合にはこれぐらいまでなるということまで、どの断層についても考えるべきなのか、そこはどうお考えでしょうか。あの活断層というものはですね、繰り返し同じような、完全に同じとは言いませんけれども、同じような地震が繰り返しているから活断層として認識できるのであって、例えば横ずれの断層があるとき急に縦ずれを起こすということはまずないと皆さん考えてるし、多分そうだろうと思いますし、逆にずっと縦ずれであったものが急に横ずれっていうこともありえない。要するにプレートの運動が急に変わったとかですね、すごい大事件がない限りはありえないので、そんなことがその目の前で見てる何年かの間に起こるっていうこともありえないので、加算層の情報から得られる、まあ、縦ずれだとか横ずれだとか、まあ、断層の角度はあらかじめ知るのは難しいけれども、縦ずれの場合は、まあ、環境によってというか、その昔どうして断層が作られたかということによって、まあ、30度だとか45度だとかある程度の推定ができますので、全部の断層についてどうのこうのというお話は私はしているつもりはありません。東日本に関して何か問題があるということも申し上げておりません。西日本の大体横ずれで、断層が垂直というのは西日本に限られますので、限られると言っても多分そんなに間違いはない、あ、ひょっとしたら、東日本でないわけではない、双葉断層だとかあるかもしれませんけれども、まあ、とりあえず考えるべきは西日本の横ずれ断層、垂直な断層で、それに対しては注意が必要だということを申し上げます。すいません、テレビ朝日の吉野と申します。
あの現状では留意するべきものとして原発サイトで言うのは本当に申し訳ないんですけども、あの先生が お考えというのは多いだけというお考えでしょうか。私はその原発の審査を離れてもう1年半かかってまして、あのこれはこういう場で言うのも気が引きますけれども、辞めた人がつべこべ言うっていうのは今やってる人にとってですね、僕がもし今やってる人だったら非常に嫌な気がするんですよ実は。だからそんなことはしたくないんです。だけどもたまたまあのいろいろな偶然が重なってこういう場になってしまったから申し上げているのであって、どこのサイトがどうでこうでということは、まあ、はっきり言って私はよく分かりません。今言ったようにあの垂直な断層でイリクラ三宅式を使ってその結果があの基準地震動に反映されているようなところはどこでも同じですということしか申し上げられないです。すいません、東洋経済の岡田ですけれども、あの大井原発に関する裁判の方でもあの先生陳述書を出されておりまして、それが非常に今回のことにもつながったのかと思うのですが、あえてあのそういったところで陳述書を出された経緯とか、あるいはその先生の問題認識についてご説明いただきたいんですが、ですから私は原発の問題ではなくて日本海 の最大クラスと言われている津波断層モデルの問題を退職後ずっと扱ってきたわけです。私としてはその津波の予見性っていうものについて、まあ、過去を含めてですね問題があると思ってそれに集中してやってきているわけです。ところがその大井の話はその昨年の地球惑星合同大会ですか、連合大会ですね、そこで発表した話なわけで、そこで扱っているのが日本海津波断層モデルであるわけです。それでその後もうちょっと特定してですね、あの個別の断層の話をしてはいますけれども、大井の FOA、FOB、熊川断層っていうのは実は日本海の津波断層モデルでも同じものを F の53と言って評価してるんです。でそれに問題があるわけでありまして、そこで問題があるといったものをですね、あの他のところで問題がないというわけにははっきり言っていきませんので、たまたま ある弁護士さんから、1年前の合同大会の内容を詳しく説明してほしいということで、ご説明した次第ですね。で実際、熊本地震が起きて現地にも行って、あやっぱりイリクラ三宅式は垂直な断層には使えない式だということが確認できましたので、確信できましたので、片っぽではいいっつって片っぽで悪いとはいきません、ね、これは科学の問題ですから当然矛盾なく説明でできないとおかしいわけで、当然大井の方でも陳述書という形で出すのが、まあ、科学者としては当然の行為だと、こういうことです。ありがとうございます。日経新聞の阿部と申します。桜田部長も質問されていましたけれども、先生はその大井原発に関してそのより適切な式を用いて、まあ、念のために、まあ、その計算するべきな、べきであるということなのか、もしくは大井原発に関してはその基準地震動自体もその、まあ、見直す必要もあるんじゃないかという件については、改めてお考えを教えていただけますか。私は念のためにとは申し上げておりません。念のためにと言われたのは、どなたか忘れましたけれども規制庁側でありまして、私は出発点としてまずそれをやってみたらその後どう対応したらいいのか、本当に無視していいのかもしれないし、あるいは真剣に考えなくちゃいけないかもしれないし、まあ、どういうふうに対応するかはやっぱりまずは出発点としてそれを確認されたらいかがですかと、これはまあ本当におせっかいな口ですけれども申し上げたということですね。すみません、朝日新聞です。今の関連でつまり新たな知見を取り入れて、まあ、大いなりで計算し直した場合には SS が必ずしも大きくなるということを先生おっしゃっているわけではないと言っている。私は多分大きくなるだろうと思って申し上げています。もちろん
絶対大きくならないだろうと思ったら何も言いません、はい、そもそもここに出てきません。そういう可能性があると思ったから発言をして今ここにいるわけです。すみません、読売新聞の大山と申します。今の関係で先生面談の中で入り組み形式大体まあ3分の1か4分の1で、に過小評価されて、それを公表すると地震動としては50% 増しになるんじゃないかとおっしゃってましたけれども、基準地震動も大体それぐらいになるというふうにお考えですか。いや、これは非常にざっくりした計算ですから、ですからこそきちんとした計算が出発点として必要ではないかと申し上げています。フリーランスの木野と申しますけれども、先生、共同通信の記事のインタビューの中で、まあ、委員時代に気になっていたけれども、まあ、手がつけられなくてできなかったという部分があったというふうにおっしゃってられましたけど、今回のものを含めて他にもまだそういった部分って残っているのかどうかちょっと教えていただけますか。そういった部分は、まあ、時間があればいろいろ問題があるかどうか、問題があるじゃなくて問題があるかどうか調べたらいいかもしれませんけれども、そんな手はないですね。私はそんな余裕もないし、まあ、とりあえず退職後のある程度の期間は津波の予見性ということを主に私としてはやりたいと思って、これまでまあコツコツと1年半かかってここに来たということです。なんですが、どちらから言い出して実現したのか、また案件の重要性を考えると原子力規制委員会の正式な会議の中で行うべきことだったのではないかと思うんですが、これはどういう位置づけというふうに理解されて出ていらっしゃったんでしょうか。僕は委員長にお話ができるという位置づけで来ました。どちらから言い始めたんですか。これは規制庁側です。話が聞きたいと、はい、新聞の片山です。もう一度その退職後にですね、その熊本地震が起きて、具体的に先ほど衛星ので分かることが出てきたということとおっしゃってたんですが、新しく今回の地震で分かったものがどういうもの でそれをどこにこう当てはめてみたら、このちょっとこれはまずいではないかというその経緯をもう少し詳しくお聞かせ願いますか。入倉三宅式を計算するには断層の面積が必要です。断層の面積は断層の長さと断層の幅をかけるわけです。で、幅の方は地震発生層の厚さが決まって断層面の傾斜角が分かれば計算できます。それで、まず地震発生層の方ですけれども、あそこの、まあ、火山地域ですので、通常地震発生層が暑いという可能性はまずないと思います。要するに地下が暑いわけですから、ですからどちらかというと地震発生層は薄めかもしれませんけれども、まあとりあえず通常の15キロというのを考えて、それから、傾斜としては60度と言われてますので、60度を考えると、まあ16キロが幅としてそれほどおかしくない。これはまあ地表の1キロぐらいは地震を起こす能力がないって言って覗くこともありますので、まあというふうにして当てはめますと、入倉三宅式、それから一方地震が起きたことによっていろんな人がさまざまな地震波の観測、それも近い地震波、あるいは遠い地震波、あるいは長周期の地震波、それからもちろん大地の動きですね、そういったものに基づいて震源の大きさを求めています。まあ、いろいろばらつきはありますけど、真ん中の値がだいたい 4.7 ぐらいなので、それを私は取りましたけれども、それと入倉三宅式と先ほど申し上げた断層の幅ですね、これを式に入れると答えは断層の長さイコールという式が出てきます。その計算結果は57キロです。それで実際に57キロの断層が活動したとは私には思えませんし、まあ、地表で見る限りは31キロ、まあ、せいぜい35キロとそんなオーダーでありますし、そもそも地震が発生する前に57キロという断層を考えつく人がいるか、いない。だから入倉三宅式では過小評価になるというこういう結論ですね。
任ですけれども、そもそもは津波 の、 内閣府の想定のチェックをなすっていて、で沿岸の断層 の、 モーメントを、入倉宮家とその他の式で比べておられたんですよね。それで、たまたま FOAB の計算をしたということになるわけですよね。それでその基準地震動の元になっている断層がたまたまその一致したということを最初おっしゃっておられたということです。内閣府ではなくて国交省です。はい、それで津波の予見性ということで、過去の中央防災会議のが何やったかとか、そういうことも含めて津波の予見性を検討していたわけですが、現在同じような間違いが繰り返されているんじゃないかというのが、そもそもの私のこの調査の発端です。それで日本海のモデルの中には、確かに今言われた FOB 熊川断層という同じ断層が取り上げられていて、断層パラメータはちょっと違うんですね、大井発電所とは。でも同じ断層ですから、同じ断層だということで、地震動でも当然同じ影響が与えられるわけで、私はその日本海の津波断層モデルがおかしい、入倉宮家式を使ったことによって震源の大きさが小さくなって津波の量も小さくなっている、場合によってはそうではない、そもそもですね、日本海津波はいろいろ最大モデルを作ろうとしている風はあるんですよ。例えば、入倉宮家式でズレの量を計算して、それに 1.5 メートルを足すということをしているんです。最大だからっていうんでね。でこれはなかなかいいことをやってるわけですし、それ以外にも横ずれのところには多少縦ずれもあるだろうつって縦ずれを入れたいですね。だから専門家でも、これは最大だなと騙されるかもしれないようないろんな工夫をしているんです。それは最大モデルを作る上で必要なというか、非常に好ましいやり方だと思うんですけれども、入倉宮家式を使ったためにそうではない竹村式から始まると 1.5 メートル足さなくても、その 1.5 メートル足したものより、 1.5 メートル足したものの倍ぐらいのずれるようになっちゃうんですね。ということは 1.5 メートルを足してもまだ倍になる、竹村式ですね、ずれるように倍になるっていうことは、それじゃあ入倉宮家式は一体何なんだと、わざわざ 1.5 メートル足したのにそれでも足りないじゃないかと、竹村式の半分近くにしかならないということで、研究を進めていくうちに、これはやっぱり入倉宮家式の方が他にも問題あるにしてもですね、かなり大きな問題なんじゃないかということにだんだん気がついていったということで、たまたま例の陳述書の問題は同じ断層についてかたや大井の関係で原発の関係で問題になって、こっちは日本海の津波で問題にしてた。それで日本海の津波で問題だと言って、大井は問題ないとはこれは言えませんので、当然大井も問題だと、そういう運びで、ある意味いろんな偶然が重なった結果であって、熊本地震が起こらなければとかですね、本当にその大井の問題がある。弁護士さんが僕に昨年の合同大会の僕が発表したのをどういう内容だってこう聞き合わせたりしなければ、今日皆さんにお会いしてこんなお話をすることはなかった。たまたまいろんな偶然が重なったと私は思っています。細かいことです。津波ですけど、熊川まで含めての3連動で検証されたんですか？もちろん津波モデルも同じです。はい、はい、読売新聞の井川といいますが、1点お伺いしたいんですが、先ほどのお話で当時審査に当たられていた時に、その竹村の式と入倉さんの式と食い違いがあるようで、その職員の方に調査を依頼した、評価を依頼したという経緯があったんですが、はい、その件はその後どう解釈して、審査の最終的な OK を出す時の判断につながったのか、もう少し経緯を教えていただきます。私はその後のことは知りません。退職した後どういうふうに皆さんがそれを扱われたのかは何も知りません。評価についてはフォローをあんまりされなかったと。在職中フォローという、在職中はだって審査で忙しくてですね、
自分自身で何か研究をするというような状況ではなかったということです。で、実際にお願いしたときは、例えばどういうことをお願いしたかっていうと、使ったモデル、使ったデータがですね、1891年の濃尾地震の震源の大きさ、これは東京の地震計で推定した結果があるんですよ。でもこれはいかにも古すぎてですね、信頼度がどの程度あるかわからないわけですね。で、これを持ち出して、これだから入倉三宅式はダメだなんていうことは到底言えないわけです。だけどもそのまま当てはめると、どうも入倉三宅式は小さくなるという状況ですと、まあ、これはもっときっちり精査してほしいと、お願いするしかないし、私自身そんな精査する時間なんてもうこれっぽっちもありませんから、そのままもうあれはいつ頃だったかな、退任の何ヶ月か前の話だったと思いますけど、そのまま退任しましたので、その後規制庁の方がどういうふうにそこを検討されているかは、私はまあもうこれはもう規制庁に任せたんですから、多分ちゃんとやってるだろうというだけのことです。それは直接関連さんに工程について検討してみてはどうかということは、大体当時の記憶をちょっと蘇ると、島崎先生かなりそのいろんな細かい点についてもですね、精密にこう事業者さんに指示を出されてたような記憶があるんですが、そういったことは思い至らなかったと。関連さんにはですね、僕は覚えていて本当にそう言ったかどうかも確かではないのですが、それは皆さんがちゃんと調べていただけると明らかになると思いますけど、濃尾地震と比較をした覚えがあります。もし僕の記憶が確かであれば、それにしちゃちっちゃすぎんじゃないのというようなことを言った覚えがあります。濃尾地震はもっと大きかったよ、濃尾地震と同じような断層なのになんでこんな小さいのということは、もうちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないかというコメントはした覚えがあります。防災上の津波の想定に関しては、まあ、今日は原子力規制庁に対してこういう形で意見を言いましたけれども、その国交省なり、地方防災会議なりに具体的にここが問題であると、でさらに、まあ、そういうことを伝えようというところがあるのか、その 1.5 を足したとしても、まあ、過小になるということであれば、そこはいかがですか。それに関しては、学会で繰り返しご説明してますし、その際に、委員をなさった方がたくさんいらっしゃいますので、委員の方に僕が言っても聞かないから、委員の皆さんが僕の講演を聞いて、あ、間違ってたと思うんであれば委員の皆さんが言ってくださいと、その方がよっぽど聞きますということは繰り返し申し上げております。それから朝日新聞さんですか。朝日新聞さんは報道されておりませんけれども、地方新聞の方や日経新聞の方はそのことをきちんと報道されています。熊本地震じゃなくて、その前から津波の問題はですね、強震動のように速い動きじゃなくても、ゆっくりした動きでも津波は発生しますので、そういった意味で熊本地震ほど、じゃない、その地震動ほど厳密というか非常に精度の高いデータは必要ないと思いますので、それは言っております。熊本地震を受けて新たにというところは、その今日のまさに強震動、はい、こういう場になって元です。すみません、朝日新聞の大本です。先ほど田中委員長がですね、の話というのは、まあ、要するにそういう新しい知見というのは次々に出てくるだろうから、それ、まあ、砕けて言うと、いちいちそれをすぐにと言ってもやりきらんよと、学会の方で、そこのところで統一見解じゃないけども、そういったものがまとまればというようにも聞こえたんですね。で、島崎先生は、まあ、それこそ専門家でもあり、それからこの行政規制ということをやってこられて、その新しい知見というのをですね、こういう形で出てきたものをどういうふうに活かすべきか、どのタイミングでそれを取り入れるなのか、そのあたりはどんなふうにお考えでしょうか。それはやっぱり現の規制庁の方々が、規制委員の方々が判断することであって、それこそもう1年半も前に辞めたものはですね、口を挟むことではないと言いつつも、まずは計算をしてみてはいかがですかと一言言ってしまったと、それだけです。そろそろいただいたお時間も参ったんですけど、残り
で今手を挙げている3名の方、たびたびすみません、東洋経済の岡田です。高浜原発につきましても、同じ FOA、FOB、熊川断層というものを、見ていると思うんですけども、これについては、大井のように、きちんと、もう一回精査する必要というのは、どのようにお考えでしょうか。まずは大井を計算してからだと思いますね。それである程度、まあ、大丈夫と思うか、あ、ちょっとやった方がいいとか、念のためとか、まあ、そういう判断もまずはそこからだと思いますので、はい、それは距離の問題。そうですね、はい、ちょっと遠いのであんまり影響ないかもしれませんし、はい、毎日新聞の岡田です。今の関連なんですけど、西日本の原発でいうと、玄海も、まあ、傾斜角が高い断層面だと思うんですけど、その玄海についてはどういうふうにお考えですか。玄海も多分同じ範囲内に入ると思いますね。それがどの程度の影響なのか、あるいはそれ以外の地震をどう考えているか、私は現状を知りませんので、どうだと言われると分かりませんけれども、先ほど言った範疇に入るのであれば、それは計算された方がいいんじゃないかと思いますね。新聞の大山と申します。先生の計算は主に地表に見えている部分の断層の長さをもとに計算されているかと思うんですけれども、例えば地下の部分の長さとか深さとかが推定できるとして、こういった部分を考慮してもやはり入倉宮家式は過小評価になるというふうに考えていらっしゃいますか。地下の部分をどうやって推定するのか、まず教えてほしいと思います。今できることは結局地表のもので決めますので、そこをスタートにしないと、まあ、私が言うのも変ですけど、どうしようもないでしょう。最後、はい、テレビ朝日の瀬川と申します。先ほど OB の方がこう委員長内にこう面会することについて、現職の方からするとおせっかいに見えるとか、こういうふうなご発言もありましたけれども、かなりスタートがだというような言い方であるとか、かなり言葉を選ばれたような印象を受けたんですけれども、今日面会されて率直にどういう感想を抱かれたか教えてください。それは誤解です。誤解です。どこが誤解かっていうと、おせっかいに見えるとか、それは僕がもしそうだったらおせっかいに見えるということなんで、決して今の方がどう思ってるかとは関係ありません。僕が嫌だと言ってるだけなんです、はい。面会されてどういうふうな感想を今お持ちですか。まあ、別におせっかいだとは思われてなかったかなと思ってます、はい。あれです、評価どれぐらいかかりそうですか、パッとそのやるとしたら。まあ、要するにどれだけ道具を持ってるかですね。計算時間はそんなかからないと思いますので、計算する道具をどれだけお持ちであるかによると思いますね。もちろん専門家であればそんな時間がなく計算できるものだと私は思っています。僕自身はそこまでの技量はありません。数日とか、計算機にかければあっという間ですよその前のパラメータを用意するのに、まあ、どのくらい熱心にやるかですけれども、という、そんなレベルですね。何日もかかってパラメータを用意するような問題ではありませんし、すでに計算している方は、計算はしてないか、まあ、そんな問題ですね、はい。それではお時間、計算した方がいいというのは、一応表現のためなんですけど、計算した方がいいというのは、その審査の見直しが必要かどうか、計算をして検討すべきだっていう、そういう理解です。まあ、非常に口はばったいことになりますけれども、何をするにもこの提案をもし受け入れるのならば、それを入れたらどうなるかを知った上でないと何も行動ができないんじゃないでしょうか、ということですね。それが大したことなければ無視すればいいんだし、それが大したことよりちょっと上増しだったら、こうやればいいかもしれないし、ああやればいいかもしれないし、さらに上増しだったらという、そのいろんなレベルがあるので、当然行政対応としてはそのレベルによって対応されるのが、まあ、僕なんか言うのは本当に口はっぱったりですけれども、よろしいんじゃないでしょうか、ということですね。すみません、今の話に関して、まあ、とは言ってもこの
指揮をそのまま使って規制事実みたいな規制化してしまうと、まあ、想定外のことも起こりうるんではないかという危機感のようなこともここに書かれているんですが、その辺の専門家としての危機感を教えてください。はい、なぜそういう危機感を抱いているかっていうと、古い話になりますけれども、2002年の7月に長期評価で海溝沿いに津波地震がどこでも起こるんだ、日本海溝ですけどね、そういう評価をしたのにもかかわらず、まあ、それが防災対策に取り入れられなかったし、東電もそれを計算はしながらそれを使わなかったわけですよね。それで僕の目にはですよ、僕の目には同じことが日本海で再現されつつあるというふうに映るわけです、僕の目には。でしかも今各県でそれの対応をしている最中なわけで、今だったらまだ間に合うかもしれない。要するに津波対策ですから、ソフトなものはやり直しが効きますけれども、ハードで一旦作ったものをまた作るなんてことは、まあ、普通ありえないですよね。で場所によっては、例えば3ないし5メートルの津波が来るだろうっていうのは、その日本海の統一モデルであったのに、実際竹村で計算すると6ないし10メートルになるはずだということが分かるわけで、それはほっとけないですよ、僕としても。また悲劇が再現するのか、それでまた想定外で、それはないですよ。それではお時間も参りましたので、これで終わらせていただきます。お疲れ様でした。